今日のゲストは国際政治学者の藤井元気さんです。今日のテーマは日米関と北朝鮮で相次ぐ首脳会談、国際情勢の今です。はい。まあ、まずこの日米会談からですね、はい、藤井さんに見ていただきたいんですけれども、はい、率直にどんなご感想でしょうかあ、あの、大成功だったと思いますね。うん、で、えー、今度はまあ、米朝で、えー、会談がありますでしょ。で、トランプが金正恩と会うわけです。はい。 で、その時に、まあ、あの、核を、核とかミサイルですね、廃棄してもらうと、いうことについては、これは日米完全に意見が一致してるわけで、うんはい、アメリカはあくまでですね、もう短期間に即時ですね、うん、えー、廃棄しろと、そうじゃなきゃ一切ご褒美をあげないよと、け、あの、経済制裁の解除とかね、そういうことはやりませんよと。はい いう態度ですよね。うん、で、これは最近口にされてるのは、リビア方式ということが言われてて、うん、リビアのカタピさんが核開発やってたんだけどあ、諦めるっていうふうに言って、で、この時はね、3ヶ月でね、施設から何から全部撤去してるんです。うん、アメリカが直接出かけてって。おそらくそのやり方を要求すると思います。うん、っていうのは、北朝鮮からすると、南北のトップ会談なんでしょう。うこっちはもう北朝鮮が非常に優位に進めてます。はいえー、そのためにね、えー 米朝の方、北朝鮮からすると、アメリカとの会談はなるべく長引かして、はい、いやいや、核を放棄します。でも、どうやってやるか、詳しい話はね、うん、えー、時間かかりますよ、つって、長引かせようとしてるんですよ。うん、そのうちに、えー、南北会談どん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 前倒しでやってって、事実上、南朝鮮ですね、大韓民国の方に、 経済制裁を溶かしちゃおうと、風投げちゃおうと。まあそういう腹です。まあこれは見え見え、アメリカもそんなこと分かってるから。から今まで何回も約束破ってきた北朝鮮よく知ってますから、うん、こういう手には二度と乗りませんよと、ポンペイオ CIA 長官が言ってですね、はい、私は新しく国務長官になる人ですから。実際お会になったということでポンペイオさんはね、はい、なんと、あの、僕、ま、は昔のキッシンジャーのね、秘密外交を思わせるような、はい、大変見事なやり方で、平壌、うん、ピョンヤンに CIA 長官自ら乗り込んで、うん、そしてもって、えー、正恩 本人と会って、はい、そして話をしたとして、帰ってきて、アメリカ側が発表するまで完全に秘密は守られたんです、ね、うん、これ、どういうことかって、こことこも大事でね。ほうほう 北朝鮮側もアメリカ側も、はい、要するに今度の米朝会談は本気だということです。うん、万全の体制で機密保持をやった。どっかからちょこちょこっと話が出てこなかった。うん、北朝鮮側もきっちり秘密を守った。アメリカ側も秘密を守った。それでさすがに安倍さんが来た時に、安倍さんに教えておかなきゃいけないってこともありますから、その時に出した、うん、ということですよ。完全に機密保持ができたってことは両方で本気で話し合いをするという、うん、ことだと思います。<ー>ね今国交がない国にね、 このし、あの、し、試合へ長,長官が、官が自ら乗り込んだんですよ。うん、あの、緩和した時にね、オルブライト国務長官とかね。ねえー、これはあの、その米長官の緊張が緩んだ時に行ったんで、今緊張がある時にね、うん、トランプ外交ってのはすごいことやるね。うん、しかしね、それでズバッと話してきたんだから、そしてアメリカ側とすれば早くやれよと。北,北朝鮮とアメリカが会うということは、 アメリカはじめから北朝鮮の非核化、要するに核開発を諦めろということを前提に、うん、その議題に登らないんだったら合わないよと言い続けてきたら北朝鮮がある意味でついにギブアップしたんですよ。うん、もう怖くてしょうがないんだと思うんですね。うんえー、あのー、シリアの爆撃もやったでしょああ,あ,ああいうようなことをね、やられちゃね、たまんないと。うんうん、だからそういうことでね、ものすごいね、金正恩個人もね、 まあ本当ね、肝を冷やすようなね、ことを何回もやってる。この間あの、B1B ってアメリカのね、爆撃機が、はい、あそ向こうの僕識別圏の中入ってったんだけど、うん、北朝鮮のレーダーシステム壊れてたらしくて、<ー>それも分かんなかったっていうね。これアメリカがわざと発表したんですよね。お前とか分かってねえんじゃないかと。やろうと思えばいつでもやれるよ、というふうにアメリカは言って、でもアメリカは戦争はしたくないと。あくまでね、アメリカ風の言い方だと、ピース through s t r e n g t h ってやつでね、うん、力を通じた平和。 あくけまで軍事力を誇持しながら、最終的には平和し、あの、平和的に話し合いで解決しようよ、という態度。で、この点に関しては日米は完全にもう一体ですから、しっかりやっていこう、ということで、え、一致したと。で、今度はね、素晴らしかったのはね、貿易問題っていうか通商問題でね、隔たりがあったってことなんですよでこれを堂々とね、日米首脳会談の後にね、 We disagree っていうことが言えたということはね、これいかにね、日米間がいいかってことですよ。この問題についてはね、トランプさんも俺もメンツがある。安倍さんも守んなきゃいけないものがあると。だけど今後も話し合いで、アメリカ側は二国間交渉で行きましょう。これ僕が言ってた通りなんですよ。っていうのはこの間、鉄と、それからアルミで、え、高い関税をかけるという、の命令をトランプさんが出したんですが、えー、 それに対していろんな国は、え、おめこぼしをいただいたんですね。例えば、あメキシコとかカナダは、北米自由貿易協定の国だから、これは外しましょうとかね。うん、あまりにアメリカの国内に影響出すぎるんですね。だから、e、EU も外しましょうと、うん、えー、いうふうにやったんですけど、で、韓国まで外してくれたのに、えー、日本は外されなかったんですね。で詰めていいじゃないかって声もあるんだけど、それはね、もうあの、トランプの交渉術で初めから分かってんだけど、嫌だったら日米、日米二国間の自由貿易協定やろうよ、FTA。 で、大体共和党系の人はね多、多国間嫌いなんですよ。みんな二国間に落とし込んでいこうと。で、今、あの、TPP-11 中けど、そのうち六カ国とアメリカあの、二国間で FTA あるんだから、こう日本だけ混んじゃうよね。FTA で。 いいじゃねえかっていうのがトランプの生き方で、うん、こう、ズバリ言ったんですよね。い。いや、完全、テコータルミやめてほしければ、FTA 交渉にしようよ、っ,って、ね、<laughs> そしたらこれ外してやるからどうだからライトハイザー、通称代表で、ね、トランプさんのね、これはね、交渉のテクニックですね<ー>で。でも安倍さんはね、やっぱり入れ、TPP で行くんだと、アメリカ入ったらいいじゃないかと言ってね、仲良く意見の相違がね、世界中見てるところでね、意見が違うよって、これ日米会談でね、こういうことって今まで珍しかったんじゃないかな。逆に外国から見 そうそう、日本もかなり外交力があると、うん、今までアメリカの圧力に全部屈してきたと思うんですよ。うん、ところが安倍さんは言うべきことは言うと、拉致問題ではね、お願いすることもあるけどもと、これはだから、えー、そういうことがあって、で拉致問題の方でこれ、安倍さんの方がね、お願いしなきゃいけないこと、で、うん、したらトランプさんは全力を尽くすと。うん、であの実際にはねねトランプが言って日本の、ね 拉致された人を被害者を、連れ帰ってくるってことはないです。うん、これはやっぱり側面支援であって、この件に関しては我々も知っておるから、で、アメリカ人も3人拉致されてるんですよね。うん、で、返せと。で、日本の拉致問題、非常に大きな問題だから、日本はアメリカにとって大事な同盟国であると。この件については、安倍内閣と話し合えと、日本と話し合えと。 この問題解決するまでは、我々いろんなものを制裁とか緩めないよと。おそらくそういう言い方をトランプはすると,すると思うんですね。その意味で全力を尽くすということで、トランプさんが日本のね、代理人でやってくれるわけじゃないですから、やっぱりこれをやるのは、おそらく日朝交渉をやって、それまで日本が直接交渉でね、やると。しかもアメリカ、しかし側面から支援してくれる。そういう形だと思いますね。ここまででも大統領が全力尽くすということまで言ったというのは、これは安倍さんにとっては一つの外交目標は達成したということで、その意味で大成功だったと。 まあ、貿易問題はね、お互いにこれで、まあ、あの、ゼロサムゲームみたいなところもありますしね。うん、まあ、あの、ね、これは、まあ、交渉事だからね。これ、ところが、これだけ意見が違うと言っても、これは日米間の亀裂には全然つながらない。うん、まあ、そこまで日米間今非常にいいと。 いうことね世界中心のところで、ね、この問題は違うんだと、日本の首相とね、アメリカの大統領、意見が違ったというのは、僕は非常に見ててハッピーだねなんでそんなかったことを、うん、日本のメディアは日本人に伝えないんですかね、うんうん、しかもね、いやそれ安倍外交がうまくいったっていうこと、言いたくないんでしょう、口が裂けても、<ー>そういう人たちが多いから、うん、それからゴルフやって2日にわたってね、じっくり話し合ったと、だから記者会見で言えないこともみんな相互了解して、こともずいぶんあると思うんです。うんはい あの安倍さんもトランプから大事な話を聞いた、トランプも安倍さんから大事な話を聞いたけど、公には言えないなっていうことをね、これがいっぱいあると思うんですね、ゴルフやりながら話したと思う。うん、だから世界中からするとね、もう安倍さんのことが羨ましくってたまらないんですよ。まあ、日本はよくここまでアメリカに食い込んでね、うん、あのじゃじゃンみたいなね、トランプとよく付き合っててね。しかも3回もゴルフするってなかなかないですよ、ね。おも面白いと思うんだけどね、あのトランプさんだったらお酒飲まない人なんですよね。はい すごい真面目で。うん、だからね、一杯飲みながら楽しくちょっと話してってことはできないから。逆にルフとか、ね、まあの、唯一の趣味っていうかゴルフぐらいなんじゃないから、ものすごいワークホリックの人だからね、この人はね、うんえー。しかもね、テニスだったら向こう側とこっち側でボール打ってから話できないけど、ゴルフは一緒になるんだから。横にいてさ、カートかなんかの中でさ、いや、こうこうこうなんだよと。言ったら、お互いの人間性も分けるだけじゃなくて、まあ、その、腹はった話、あ、ところでっていうのは必ずあるわけですよ、うん、人間話してるとね。うん、こういうこともあった、ああいうこともあったと。 ということで、コミュニケーションも非常にうまくいってる。まあ、あのー、世界の国から見たらね、本当に、えー。ね、日本の国は羨ましいと。いね、で、これはね、あの、外務省がよくやってるというよりは、やっぱ官邸がよくやってると私は見てます。官邸ですね。官邸がね、総理とその周り。だってね、 これを基礎を築いたのはね、トランプさんが2016年11月8日選挙の日、はい、勝った直後に安倍さんがニューヨークに乗り込んで、うん、トランプタワーに行ってまだ大統領になっていない、これから大統領になるトランプと握手して、てなかなり腹の終わった話をしたからですよ、うん、その時ゴルフクラブかなんかを送ってね、うん、いやー、新造さんあんたもゴルフやんのか、か一緒に今度やりましょうってな話をして、だから、 トランプとしてはね、やっぱりね、世界中から電話かかってくるんですよ。うん、首脳からおめでとうございました、選挙しかし、うん、オバマ大統領のメンツもあるんで、うん、まあ外国の首脳が来ても合わないというのがむしろ慣例だったんです。そこを乗り越えてきまね。そこを乗り越えてね、行ったんですよ、安倍さんは。うん、異例の外交ですよ。行動力ですよ。すごいですよ。その前提にね、ひょっとしてトランプが勝つと思ってたらしくてね、うん、選挙戦の最中に、やっぱり、あの、トランプ陣営とコンタクトしてたんですね。うん、それがあったもんだから生きて。 こういうことになって、だから今大統領になった後非常に緊密な関係になってます。世界中の国がね、今ね、 あの、安倍外交はね、本当と羨ましい。まあ、口に出して言わないけどね。う <laughs> だからこう、どうやったらね、トロプとゴルフできるんだと、教えてくれよと、っていうのが、世界のいろんな国のね、あの、腹だと思いますよ。うん、じゃあ、本当にこの日米間というのは貿易問題も含め、これから、まあ、本当にこれは交渉事です。<う>で、まあ、あの、一体となって、うん、ある意味、この東アジアの、うんうん、もちろん北朝鮮も中国も含め、うん、まあ、対応策を練ったという意味では良かったという,そう,そうことです、ね、そうですね。そうです。全くそうです。